POG2022 から23注目クラブウーマチェック、社代オーナーズクラブ関西馬編。今回はね、注目馬が3頭しかねピックアップ残んなかったんですけども、まあ、その3頭を紹介していきたいと思います。ピックアップの基準としてね、例えばお母さんが高齢だったりするとどうなのかなとか、あの近親が走ってないとどうなのかな、やっぱね、あの活力のある品系とかそういったあたりで結構足切りをしてるんで、まあ、あとはね POG 向きってことでダート馬とかね、あのちょっと狙いづらいんじゃないかなとかやってるんで、まあ、その結果ね、あの今回社代オーナーズクラブ関西馬が3頭しか残りませんでしたということになってます。まあ、というわけで今回のピックアップ、1頭目バルサムノート、ボバ、父モーリス、母エピセアローム、母父ダイワメジャー、募集価格4000万円で立冬の高野厩舎、お母さんはまあ2歳夏からまあ重賞を勝って重賞2勝ということでね、お母さんもオーナーズだったんですね。まあ、ということはもしかしたらですけどもね、オーナーズで馬主さんとしてまあ2代連続で出資されている方も、まあ、もちろん社代の名義が一緒っていうだけではなくて、中の人も何人かね一緒だったりするんじゃないかなというふうに思っています。お姉さんもこれ参照しているしっていう意味では、エピセアローム繁殖牝馬としては合格点以上、なかなか今後も活躍が期待できる繁殖牝馬というふうにまあ見ることも当然できると思います。まあ、そしてもちろん POG 期間からお母さんが重賞を勝ってるってことは POG 向きの血統と言えるんじゃないかな、僕らとしても楽しませてもらえるんじゃないかなというところもね、当然のように要素に入ってくるからここで紹介しているわけですね。まあ、モーリス3区でサンデーの 4×3 のクロス持ち、奇跡の血量っていうパターンがなかなか結果が出ていないというのは、まあ、エピファネイアでその配合とか、リーチザクラウンでサンデーの 3×4 とかね、今年も結果を出してたりするんだけれども、まあオルフェーブルでサンデーの 3×4 を持ってるのがオーソリティ、ジャパンカップ2着、まあ、あのサウジでもね重賞を勝ったと、アルゼンチン共和国杯連覇いましたけれども、まあモーリス3区はアウトブリードの方が結果が出てるなんていう説もあるんだけれども、まあそこが気になるが、まあ一応今のところ候補には入れておいてみようかなというぐらいにはなってくるんじゃないかなというふうに思っています。そして2投目、シャルラ・ハロート、牝馬、父ダイワメジャー、母カルティカ、母父レインボークエスト、募集価格3000万円で立冬の上村厩舎、お母さんはフランスで重賞3着のある程度の活躍馬、現3歳のお兄さんがね、アスク・ビクター・モア、弥生賞を勝ちましたね。お父さんが変わって、ディープインパクトからダイワメジャー。結構ね、コンスタントに走るパターンではあるんだけども、両方大活躍っていうほどになってくるかっていうと、まあ、ただね、弥生賞勝ったぐらいで大活躍って呼べるか、ディープインパクト3区だしなというところだし、まあ、ダイワメジャー3区で、ある程度コンスタントにポイントは稼いでくれるんじゃないかな、あの早期デビューできるようだったらね、カイデの指名ぐらいは考えてもいいんじゃないかなと。これでまあクラブの馬だったりすると結構ポロポロと情報が出てくるんだけど、あくまでオーナーズの馬なんで、まあ今入球してゲート受かるとかね、入球しちゃえば情報出てくるんだけど、どこまで行ってるかって話が今のところ出てこないんだよね。まあこの月末以降 POG 関連の、ね、書籍とかが出てきて、今後の情報が出てくるようであれば、まあそれでね、ダイワメジャー3区で牝馬だったら、まあ桜花賞あたりまで距離も持つはずなので、まあ、非常に期待が持てるんじゃないかなということで、まあ、今のところは名前出てきたらちょっと気になるぞというぐらいのね感じですけれども、チェック対象にしておきたいと思います。そして今回の3投目がサウバークライス、牝馬、父オルフェーブル、母ベアトリスセカンド、母父ドクターホング、募集価格1800万円で立冬の高橋良厩舎、お母さんはドイツとトルコで重賞を勝っている馬で、上もちゃんと勝ち上がっているということでね、まあオルフェーブル3区なんで、まずはね馬体の大きさが一番気になるところ。まあそれこそね、オルフェーブル3区だったら馬体重340キロそこそこでも勝ち上がりもできるし、350キロまで成長すればオープン入りもできるよってね、あの例外的な
超天才と言っても過言ではない事例もあるっちゃあるんだけれども、いや、よくあんだけちっちゃい馬体で走るよなというのと同時に、やっぱね、そういう小さく出やすい種牡馬っていうのは、まあ、それはそれでね、POG でコンスタントにポイントを稼いで、たくさんいる中からピックアップするっていう意味ではね、正直それだけで期待値下がっちゃうんだよね。まあ、もちろんここでそういう小さい馬、自分のところの馬が育たなくてちっちゃいまんまだとしても、頑張ってよ、オルフェーブルの血を引いてたら素質はあるはずできるって、そういう信じ方はもちろんできるんだけれども、とはいえ10頭しかない枠にね、ピックアップするかっていうとなかなか難しいところ、まあ10頭もあるから1頭ぐらい思い入れ枠でっていうんだったらいいんだけれども、まあ、逆にね、期待値が高い馬かって言われると、馬体重が小さい場合はそうでなくなってしまうし、オルフェーブル産駒ってね、そういう馬体の小さい馬の比率が高い。まあ、なので情報が出てき次第追加で検討が必要という状況には変わりありませんが、まあ逆にね、オルフェーブル産駒、まあ、しっかり毎年のようにクラシック戦線に馬を送り込んできているっていう状況なので、今年どうかなっていう感じではありますが、去年一昨年ね、まあもうエポカドーロも種牡馬入りしてますし、ラッキーライラック、あの辺ね、クラシック戦線を賑わせるレベルの馬っていうのを毎年のように輩出している種牡馬ですから、まあ、これはね、絶対的にチェック対象にはなってくると思います。まあ、名前が、ドイツ語で魔法陣って意味ですからね、なんかこう呼び出すぐらいの、まあ、活躍を期待していきたいと思っています。まあ、以上ね、今回は3頭だけなんでね、手短にって感じですが、こんな感じでいかがでしょうか。また他のクラブいろいろとまた見ていきますので、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。